初めてそのサゴさんで自分のモデルを作らせていただいて、それから2本目にルチルというモデルを作らせていただいて、その時あの私がそのギターインストのソロアルバムを出すことになりまして、その時の何かいいタイトルがないかなと思った時に思いついたのがルチルというタイトルで、まあ鉱石の名前なんですけど、なんかそんなちょっと色気のあるいい名前だなと思ってアルバムタイトルにしようと思いまして、でちょうどギターのインストの作品でしたので、ちょっとサゴさんにルチルというギターを作ってくれないかとリクエストしましてですね、まあ、その時はその鉱石のようなこういうボディをできないかなみたいな感じでリクエストして、やっぱりそれはとても難しかったんですけど、やっぱり最終的にそのルチルクォーツのようなちょっと素敵な模様が出た、そのタイプが出たのが初代のルチルだったんですね。でも実際発売してとてもいい反響だったんですけど、やっぱりキッズのツアー中にキッズの方とかからはやっぱりちょっと値段が高くて欲しいけど買えないんだよっていう話もちょっとちらほら聞いたので、サゴさんと相談して何かキッズが手に入るような値段帯でギターって作れないかなっていうご相談をさせていただいて、そこでサゴさんが頑張っていただいて、キッズが手軽に手に入るような値段帯でたくさんのギターキッズに弾いてほしいなという願いも込めまして、シードというブランド名を思いつきまして、でサゴさんにシードというブランド名はどうでしょうか、なんか音楽業界に種をまくような作業になるんじゃないか、なんかバンドマンやギターキッズがたくさん増えるような種をまこうじゃないかと言ったところ、サゴさんもあいいですねと、でサゴにそのシードブランドができまして、そのルチルシードが発売されまして、でようやく今回このカラーバリエーションも増えまして、でネックもグレードアップしまして、さらにバージョンアップしたシードを発売できるのが今回の形になりました。その最初のシードを作る時にですね、あのリクエストとしてはこのシェイプのままミディアムスケールのネックが欲しいというのをリクエストしました。というのはやっぱり僕のフィジカル的にロングのネックよりもミディアムの方がスタイル的にいい結果が出るような気がしまして、もちろんそれを見事に答えてくれたのはやっぱり僕が日本の中でとても信頼するギタービルダーさんがサゴさんにいらっしゃいますので、そこも全幅の信頼を置いてお任せしました。で結果的になんかできましたと言って届いた時に、うわギター弾くの止まんないわと、ありがとうございますと、それぐらいのレベルでした。本当にありがとうございます。まずこのシードルチルの一番の特徴はこのサーモウッド加工されたネックだと思うんですよ。
ぱりこの値段帯でこの加工ができるっていうのは本当に佐賀さんの技術によるところがとても多いとは思うんですけれども、よくぞこの価格帯でこのサーモント加工のネックをつけていただいたなととても感謝しております。実際そのサーモント加工のネックを自分で持った時に、うわこのネックやばいなと、もう非常にこのフィット感が手に馴染む感じが、でおまけにその長いツアーに出ても完璧に乾燥されているので、この誤差がないと言いますか、とても信頼性が大きける木材の加工だと思いまして、それをこのシードに搭載できたのがこの今回の一番の僕のポイントだと思ってます。で実際そのサーモント加工のネックって皆さんほとんどやっぱ経験されたことはないんですとは思うんですけれども、一度握ってみるとやばいぞと、そういう気持ちになれると思います。一応ボディはですね、私の好きなあのジャズマスターテイストといいますか、フェンダーテイストな感じのボディシェイプなんですけれども、やっぱり特徴的にはここがストップテールピースだっていうのがやっぱり僕らしいなと思って、このストップテールピースによって僕のスタイルがやっぱり出来上がる。やっぱりストップテールピースに結構手乗せる場合も多いですし、ここは僕のこだわった部分でもありますね。このピックアップ、フロントリアともサゴさんにモディファイしていただいた、ピックアップでして、まあ僕の音楽スタイル表現スタイルとしてやっぱり結構クリーンからラウドなものまで幅広いので、それを全て対応、一台で対応できるようなモデルを作ってほしいというのも最初にリクエストしましたので、基本的に僕ライブ頭から最後までギター一本で通すパターンが好きでして、なるべくそういうスタイルでやってきたんですけれども、その自分のやってるバンドの楽曲の幅の広さにもこの1台で対応できるのは、やっぱりこのピックアップ、フロントリアプラスそのコイルタップですね。実際これハンバッキングのリアなんですけれども、タップを使用するとクリーンなシングルの音が出てくれますし、これをまた歪ませた場合でも、トップがギラッと残ってて、ハンバッキングにしますと明らかにキャラクターの違いがこのワンアクションで起こせるっていうのが、とても私の演奏スタイルにおいて重要なポイントですね。でフロントも聴いていただくと、とてもオルタナな感じが出ますし、これをフロントでクリーンにしますと、サンドの和音とか綺麗に出るという。でセンターにしますと、これまた私自身のサウンドにメインの音になっていきますね。で基本的になんですけれども、小さなティップスとして、私はトーンをフルにはしておりません。なぜかというと、ギターのトップエンドが私のピッキングが強いので、どうしてもそれを抑えたくて、いつもトーンをまあつまみにして10とすると7かそれぐらいまで落としてます。これがちょっとしたティップスですね。今回新しく登場したのがこの白のモデルなんですけれども、もともと初代のルチルも白っぽい感じがしたので、そのテイスト感、そしてまた最近ちょっと白いギターも弾きたいなと思ってたので、佐賀さんから今回カラーバリエーションを増やしたいんですけど何か希望の色ありますかと言われて、あ白弾きたいなと、白が欲しい、それですぐリクエストに答えていただいて、
まあ、結果的にこの白いモデルは僕の初めて の, そのソロアルバムルチルからスタートしているラインなので、まあ、僕のバンドザ・ピローズ以外でも、セッションですとかいろんな活動はこっちの白 でもちろんソロとかもこの白を主体に使っていきたいなと思ってます。でこちらは、元々のバーガンディの色なんですけど、これも僕が、わざわざその色見本の中でこの色がとってもいいからこれギターに乗せられますかということをサコさんに聞いたぐらい気に入っている色でして、実際この持った感じでギターの中でもとてもラグジュアリーな感じがとても出ていると思いますし、色がとても好きなんですね。やっぱり色が好きなギターって弾く人をその気にさせてくれますので、あとは本当に僕がピローズの方ではルチルのバーガンディを使ってますので、キッズもほぼ同じルックスで私と一緒になれるという気持ちが味わいたい方はぜひこっちのバーガンディバージョンをおすすめします。このルチルのギター、やっぱりギターってすごく出会いだと思うんですよ。で、何かギターが弾いてみたいな、ロックやってみたいな、バンドやってみたいなみたいな、なんかそういうキッズたちにいい出会いがあるようにという、なんか大げさですけど思いを込めて作ったブランドのギターなので、もちろんギターキッズには弾いてほしいんですけど、何か新しいバリエーションとしてのギターをなんか探している方、そういう方にもぜひお勧めしたいですね。何かオルタナな匂いがする、何かアリウなものでも嗅いでみたいみたいな感じの人はこのギターにチャレンジするとまた新しい世界開けるんじゃないかと思います。